市川團十郎白猿さんの心豊かな部屋。市川猿翁さん、香川照之さん、藤間紫さん、ドラマを超えた三人の運命の糸。歌舞伎俳優で香川照之さんの父の市川猿翁さんが83歳で亡くなりました。四代目市川猿之助さんの先代であり、香川さんの歌舞伎界での後ろ盾として扱われることが多かったのですが、この猿翁さんは大スキャンダルでも波乱万丈といえる生き方をした人でした。猿翁さんは三代目猿之助時代にスーパー歌舞伎という新しい舞台技術で現代風の新作歌舞伎を生み出しました。役者を釣り上げて飛んでみせる宙乗りを多用してメジャーにしたのも猿翁さんの発想があったればこそ、彼が澤瀉屋をここまで大きく育てたと言ってもいいでしょう。その猿翁さんは23歳で猿之助を襲名した直後に歌舞伎役者であった祖父と父を相次いで亡くし、一人で生き抜くには挑戦的になって新しい時代を作り上げなければなりませんでした。私生活も挑戦的で激しかった香川さんの母である浜優子さんと1965年に結婚し、その年に香川さんが生まれましたが、1年ほどで別居して68年には離婚。スピード離婚の理由が不倫で、その不倫相手というのが日本舞踊藤間流の宗家藤間勘十郎さんの妻で女優の藤間紫さんでした。紫さんは85年に勘十郎さんとようやく離婚が成立し、2000年になって猿翁さんと再婚するのですが、当時猿翁さんが60歳、紫さんがその16歳年上の76歳というので世間を騒がせました。ちなみに紫さんと蓮子とのお子さんは藤間文彦さんで、母親が離婚する前から憎いはずの不倫相手である猿翁さんの事務所社長となって、これも驚きでした。生まれた直後から浜優子さんに引き取られて育てられた香川さんは歌舞伎の世界とは縁がなく、しかも香川さんが25歳の時に猿翁さんに面会に行ったら、家庭とは決別したと追い返され、絶縁状態になりました。それを紫さんが間に入り、息子なのだからと関係を修復させたのでした。香川さんと息子の市川團子さんが澤瀉屋を継いでいけるようになったのも紫さんのおかげというから、家福は侮る縄のごとしということでしょうか。ご視聴いただきありがとうございます。ここまでご視聴いただき本当にありがとうございます。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。